こんにちは。はい、こんにちは。センターシールあるのビデオ、久々ですけど、今回はまあ、例のウイルス騒ぎもあることもあって、一とこに集まらずに、ちょっと2人でリモートでやろうかなという話で、始めたいと思います。よろしくお願いします。で、今日はなんか僕はなんか突然ツイッターでよ、あの、え、これやらないみたいなこと言われたんだけど、何の話でしたっけ？ちょっと画面共有しますね。はい。これですね。来た。あ、来ました。あ、そうっすね。はい、そう、はい、そうですね。このナノパイとラズパイはい。で Windows フォームを出してるぞはい。のみたいな はい、思わせぶりのタグがついていて、はい。でこれを見て、はい、はい。はい、はい。はい、はい。まあ、ちょっとどうやってやってるのかなって気になって、まあ、半年ぶりにセンターシールあるのビデオを見ましたそうですという流ね。れですね。なるほど。それもう僕は完璧にネタのつもりだったんですけど、あ、ネタといっても、まあ、これからお見せするんであれなんですけど、ちゃんと動きますよ。動くんですけど、まあ、なんか知ってる人は知ってるし、まあ、知らない人でもそのぐらいの話は知ってたろうみたいに思ってたんだけど、意外なところに食いつかれてですね、え、そうなの？みたいな。え、こんなネタになるの？みたいな。なんかそんな話でですね、まあちょっちょっとじゃあと、ビデオで説明しようかなみたいあれな。ですね、半年ぶりなので、はい。なんとなくちょっとお互いのこう、近はい。況というか、ああ、まあそうっすね。そしてからちょっとこの中身に行きますね。ああ、なるほど。ああ、いいですよ。じゃあそっちはどうだったんですか？ 一応そのマイクロソフト絡みではいはい。何かみたいなことなんですけど、はいはい。やといってもね、特にないんですよね。これという動きはないんですけど、そうそう、ちょうど去年末がセンターシリアルビデオの最後ですよね。はいはい。そこから考えると、Azure Sphere のイベントを東京で一発やってます。ああ、そうだったです1ね。月、2月ぐらいやってかな。IoT アクション東京と同じ日にちに合わせて、やったんですけど、どうでした？なかなか、登壇の方が結構ですね、多かった、来ていただけて、その MS の方え、朝から晩までスフィアの話をしたんですか？夜だけ。で、IoT アクションと同じ日なので、なんでしょう。まあ、地方、まあ、私もそうですけど、まあ、なかなか東京だと参加しにくいじゃないですか。なので、まあ、平日なんですけど、この IoT アクションと同じ日に、まあ、技を合わせて。まあ、良かったのか悪かったのか、まあ、ちょっと、どっちもあるかなと思うんですけど。で、まあ、イベント自体は、何人かな？多分、3、40人ぐらいですかね。で、登壇の方は、マイクロソフト、日本マイクロソフトとか、マイクロソフトコーポレーションとかですね、アウネットの方とか来ていた。非常に豪華な感じです。なるほどちなね。みに、その昼間にやった IoT アクションをちょっと覗きに行ったんですけど、で、夕方、こんなイベントありますよって宣伝を されて、聞いてなかったんですけど、もう写真撮りましたけどね。そんな感じで、Azure Sphere も、GA したので、そうですね。まあ、まだ商品で使われてるみたいな話はあまり聞かないんですけど、まあ、派手は絡んでね、ちょっとびっくりしたとかなと。まあそうですね。ちょっとスパンとしてはね、すぐ採用ってわけにいかないんで、なかなか難しいですよね。すぐ採用というか、製品として出すには。そうですね。そんなとこかな。あと、ちょうど、ビルドが、ああ、そうですタイね。ミング、例年と違って、オンラインイベントに、何したっけ、48時間連続オンラインイベント、
はいはい。私全く追っかけずに。あ、僕もね、なんかもうちょっと体力的に無理やわみたいな感じで。あ、でも松尾さん行く予定してませんでしたっけ？ビルド。あ、ビルドじゃないか。いや、ビルドじゃなくって、あれですね、グロサミの方ですね。まあ、あっちもポシャりましたけど、ポシャっては、まあ、あの、一応、あの、ビデオとか見てましたけどね。はい、うん、まあ、グロサミちょっとあんまりね、中に入れないというね。はい、はい。まあ、そうですね。あれですかね、あの、オフラインがオンラインに変わっちゃったんですよね。うんうん、そうですね。あれ、まあ、どうですか、宿とか飛行機とか。ああ、宿はね、まあ、結局あのキャンセルできないやつだったんで、うん、もうなんか後から考えるとなんかビビたる違いだったんで、キャンセルありにしとけばよかったって思ったんだけどダメで、でアナはもうそうだったんですよ。あ、飛行機の便も実はそうだったんだけど、うん、アナはあの、まあ、ご存知の方もあるかもしれないけど、そのキャンセル不可でも、まあ、特別対応で全額返金しますっていうは、あの、うん、ことになったので、なったのではいいんですけど、なんか受付がねパンクしてて未だに繋がらないんですよ。でそれをそう見越してなのかどうなのか、なんかキャンセルの受付期間1年間って言ってたので、最初聞いた時1年もって思ったんだけど、まあなるほどなって感じで、未だに全く通じないです。だからもうちょっと寝かしといてから連絡するかみたいな感じなんで、まあそうなんで、ね、やらなきゃいけないですね。あ、まあまあ、そう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 、うん、なんでね、まあ時々電話してるんですけど、もう全然ダメですね、繋がらないです、うん、まあそんな風ですよ、はい、まあまあグロサミ、まあ結局いけずじまいで、あの僕としてはなんかグロサミのまああの各セッションもまああの一部、まあ、自分のこう聞きたいやつもあるんだけど、どっちかっていうとまああっちに行ってこうあのいろいろこう新しい空気を吸いたいみたいないろんな人とを直接お話しする機会がみたいな、でもちょっとそこがね、花粉を吸いたいみたいな、うん、それでもなんかね、その辺がねちょっと残念だなという感じですね。まあちょっとどうなんですか、この半年ニュースタッフはなんか追っかけてましたか？あんまり新技術とか、まあ、実際のところ追いかけてなくて、強いて言うと、まあ、できるだけなんか C シャープの新しいバージョンの機能を使うみたいな感じで、C シャープの、8でいろいろリリースされた機能はもうバリバリ使ってるんですけど、まあ、それ以外の新しいところはちょっとあんまり追いかけきれてない感じですね。うんうん、特になんかあのツイッター見てるとね、あのドテント5のプレビューとか試したみたいな人とかあのポチポチ見たりするんですけど、なんかもう全く終えてねえわみたいな忙しくてそれどころじゃないわみたいな感じになっちゃって、うん、ちょっと残念な感じになってるんですけど、そんな感じですよね、うん、はい、あんまりあるんですか、忙しいって感じ。そう、まあ、まあ、仕事もまああるんですけど、まあ、それ以外のでもちょっとね、いろいろ あるので、まあ、そのあたりでなかなかできずに、まあ、あんまりね、なんか何もやらないとあれなんで、一応、月一でやってる、センター CDR の、トライ開発だけは欠かさないようにしようと思ってやってたんですけど、まあ、これも、ウイルス騒ぎで、3月から、結局オンライン開催っていうことになって、毎月オンラインで、やってます。まあ、参加人数はぼちぼちですけどね、2人から4人、まあ、最大で4人ぐらいだったかな。うん、うん、で、参加していただいて、まあ、1日、どっぷり自分の、なんていうんです、その課題とかやって最後に発表すると、うん、まあ、これはなんか頑張って続けていきたいなというふうには思ってます、うん、そうなんですよね。まあちょっとあれですよね、ドットネット界隈でもあんまり、まあ、ついこの間のね、ビルドに合わせて新しいいろいろブレイザーも正式になったし、それからドットネット5も、まあ、一応なんかこう見れるものがプレビューだけど出てきただとか、マウイとかですね、なんかあの辺り の話がポツポツ出てるんで、一応ネタとして掘り起こせなくはないけどないけどなとか思ってたら、まあみんないろいろブログに書いたりしてるんでまあ僕の出る幕でもないかみたいななんか感じで、まあ今過ごしてるっていう感じですね。何でしたっけ、はいはい、ウェブ UI、あ、じゃあ、ウィン UI でしたっけ、はいはいはい。
ていうのとか、マウイっていうワードだけ見るんですけど、うん、はい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 、あれ何なんですかね。WinUI は、もう何度目か分かんないけど、Windows API のそのユーザーインターフェースの刷新をしようかみたいな話です。つまり、なんだっけ、一番最初って Win16 から始まってる、Win16 の話はもういいかもしれないけど、Win16 から始まってる、要するに Windows 操作の API だとか、グラフィックを操作する API とか、ああいうのが、面々と互換性維持されながら今に至ってるんだけど、その間に、今回挙げる Windows Forms もそうだし、WPF もそうだし、UWP もそうなんだけど、なんかその辺のその UI を、再度刷新しようかみたいな感じですね。あれなんでしたっけ、.NET スタンダードである程度 API 統一化しようみたいな。うんうん、あったじゃないですか。そこには含まれてないですよ。だってGUI の API ないじゃないですか、あれ。ああ、なるほどね。うん、そう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 。それを UI 含んでるっていう点が新しいと。新しいというべきか何度目なのみたいなのはちょっとあるんだけど。結局あれじゃないですか、なんか Windows Home はすごい、出た当初の話ですけど、今じゃないですけど、出た当初はすごい受け入れられて、これはいいって言われてたけど、その後、いろいろ問題点が あって、で、それを大幅に刷新しようとして、WPF が出たじゃないですか。うん、で、その次。あの辺はあれですよね、解像度の。が大きいかなと思ってるんですけど、あとはあれですかね、その Windows フォームが抱えていた、こまごまとした問題点がいろいろあるので、そういうのも含めて刷新したいっていうのがあったのかなというふうに思ってる。これは勝手に僕は思ってるだけですけど、なんかそういうのがあって、で UWP が出たじゃないですか。その前にストアアプリかもしれないけど、ストアアプリが出た。でストアアプリはでもなんかそのあの時のその MS の立場上、そのタブレットとかそのスマートフォン、今なきなんとかフォンのためになんかアプリケーションの土台が必要で、それのためのなんかプラットフォームとしての性格もあったと思うんですよ。うん、でなんだけど、結局そこにすごい隔たりがあったんで、やっぱり受け入れられない人には受け入れられなくて、それ Windows フォームと WPF にもそのなんか壁、すごい分厚い壁があるかなと思ってるんだけど、で、レイアウトシステムとね、あとマイクあたりでね、壁があるというか、そう考え方変えなきゃいけないですね。で結局なんかもう そこで脱落したっていうとなんかちょっと直接的すぎるんだけど、もうわけわからんし、いいわって思った人たちがその結局 MS の技術から離れてっちゃったと思うんですよ。僕から観測するにですよ、世界全体でどうかわかんないですけど、でなんかそういう人たちにとってその Windows の良さ、Windows API の良さみたいなものを再度取り戻したいっていうことがあったんじゃないかなというのは思ってます。今回のその WinUI を再定義するというか、パブリックにしていくっていうのの、その目標の一つとしてそういうことがあったかなっていうふうには思ってます。他にも UWP がいろいろ、その UWP の傘の下にいろいろ詰め込みすぎっていうのがあって、あれですね、スマホですよね。僕が思うにですよ、なんていうんですか、そのシステムレベルで必要となる API とか、ごったになってるんです、あそこに。UWP という傘の下に。例えば一番僕がそれを思ったら何かというと、一番最初に思ったのは、それはストアアプリの頃の話ですけど、Bluetooth API、Bluetooth にアクセスするのに、そのストアアプリの API 経由だといろいろ楽できるのに、 Win32 で一体同じことどうやるのさっぱり分かんないし、情報もなければできるのかできないのかも分かんないみたいな状態だったんですね。でそれハードベンダーのドライバー使うとかですよね、確かに。で泥臭い、すぐそばにあるの分かってるのに、そのストアアプリの API とか UWP の API とかを泥臭い方法で使えば、できなくはないっていうのは分かってるのに、それがその Win32 のレベルで提供されないっていうのは、なんかすごいバランスが悪いと思ってたんですね。でそれが最初で、
って今に至るまでその状況って改善されるどころか、もう本当に乖離がすごい激しくなっていて、もうウィンさんにもうダメなんじゃないのみたいな、まあ、あれの上で何作るのみたいな状況になってるので、まあそういうところの要請もあるのかなと思ってます。だからあの WinUI で、今回初めてその UWP からもいよいよその UI に関わる API とそうでないものを分離しましょうという話になってるんですね。だからなんかそれはなんかあのいいことだなというふうに思いますよ。なんかこのまま一緒くたになってると本当になんか低レベルで、あの低レベルの API で何かしたい人もなんか何もできないっていうふうになっちゃうので、でどうしても言う、うん、UI を最低にして、うん、やりましょう。で UI 以外はどこに包含される感じなんですか？UI 以外は、引き続き UWP という名前でサポートが続く。で ただこの先は分かんないですよ。まだ なんか構想の段階で具体的なもの出てないので、あの UWP 側は、僕が思うにだけど UWP から UI の部分だけ全部切り出して分離して、それは WinUI の方でやりますと。で残ったそういうあのさっき言った Bluetooth の API だとか、他のあの今の Windows 10でいろいろ拡充されてるはずのその GUI に関係のない API とか、そういうのは UWP という名前で存続させますっていうことじゃないかなと思っている。でもそれだと結局 Win32 の人たちから見ると使いにくいのは変わんないので、なんかそこには新たな方策をこう入れるのかもしれない。そこは分からない、わからないけど、とりあえずもう UI とそうでない API はもう分離しましょうみたいな話になっている。なんかあんまりすっきり見えないですよね。うん、まあ、知らないだけかもしれないけど。うん、まあちょっと僕もね、神経を持ってないかわかんないんだけど、あともう一つあるのはあれかな、個人的に思うのは、どうなるかわかんないですけど、個人的に思うのは、ストアを分離してほしい、うん。ストアに関する API。とかあるいはストアに関するなんというか構成情報とか、そういうものを全部分離してほしいんですよね。だからなんでかというと、ストアに上に乗っける Win32 の API のパッケージングとかすごいもう死ぬほどめんどくさいですよ。今ってできるじゃないですか。あのレガシーなその Win32 API も、まあ、もし審査を通して通るんであればストアに配信できるってことになってるんですけど、それやるのすごい面倒になってるので、そのもともとのその UWP とかストアアプリのその API の構成とか、あるいはそのアーキテクチャ全体のこの考え方というのが、ストアから配布されるってこと前提になってるので、そこは改めてほしいなというふうに思ってますね。最終的にどうするのかは分かんないですけど、まあ、なんかそれないと、まあ、結局なんか Win32 やってる人たちいいじゃん、もうなんかノラアプリ配布でってZIP に固めて配布すりゃいいんじゃないのエグゼオみたいな話になっちゃうじゃないですか、うん、なのでそこはね改めてほしいなってずっと思ってますね。まあ僕あのちょっと前にツイートチラッとしました、ね、この何でしたっけ、僕の感覚だと、うん、なんか NS の良さがちょっと減ってきてるような感じがするんですよ、特にこの .NET 周りは。あ、で、例えばどういうのは、うん、その、なんか出てくるサイクルが、なんか短くなってる気がしてて、うんうん、はいはい、安心して学んで使い続けるっていうのが、まあ、ね、できるんですよ。でも、その、学んだコストに対して、うん、その、まあ、メリットはあるとは思うんですけど、継続性がないので、泳ぎ続けなきゃいけないみたいな、その以前の Windows フォームであれば、あそのあの、まあ、10年近く、うん、まあ、今でも、まあ、十分使えるわけじゃないですか。はいはいはい、もうあの WPF とか、うん、UWP とか、まあ、それこそ Mono とかいろいろ出てきて、で、しまいには検索で探せないですよね、ワードが使いし。API ちょっと探そうって結構難しいじゃないですか。うん、それはなんかなんとなく僕が昔その Java のとかのウェブ系にイメージしていた、いろいろやりすぎて何使ったらいいか分かんないみたいなところに陥ってないかなっていう心配はあります。うん、それはね、うん、ありますよね。なんか
こう相反する要求だとは思うんですよ。要するになんかこう技術革新がものすごく早いので、やっぱりもう特に最近そう思うので、例えばなんか同じそのユーザーインターフェースってことで言うと、実現の方法って今いろいろあるじゃないですか。そのウェブブラウザーの上でやるのか、ブラウザーの上でも、まあ最近だとウェブアソンブウェブアセンブリがあるので、なんか半分ネイティブみたいなものを許容するのかどうかとか、あるいはなんかアプリの中にブラウザーが配置されていてっていうような、いわゆるなんかそれをネイティブアプリっていうんだったかな、なんかあの辺の用語なんかあんまりはっきり分かんない、まあそういうのからなんかもう本当にそのブラウザーなんてなくって、その全部1から10までそのネイティブなそのライブラリを使った UI とかいろいろ考えられるんだけども、だけど結局ブラウザーの世界がそのもうご存知の通り、なんかもう混沌としていて、その開発について言うと混沌としているけども、そのやっぱり進化のペースがすごい早いので、まああいつらなんかもうぐちゃぐちゃだから放置しとけばいいやっていうふうに、なんか無視することもできないんですよね、他のプラットフォームを作ってる人たちから見れば。でないと、なんかいつの間にか自分たちのものは陳腐なものだっていうふうになんかなってしまう可能性があるので、なのでまあなんか僕はたから見てる、第三者として見てると、なんかもうそこにもう必死にしがみついてる、なんとかして自分たちの技術でそのなんか新しいものを貪欲に取り込もうとするには、もうそのサイクルというかペースをもうとにかく早くって やっていかなきゃいけないみたいなことになってるので、なんかこうプレイヤーとして先頭走ってるのは、やっぱりなんかウェブの界隈の人たちで、もうそこになんかもういろんな人たちがずるずるとこ引きずられながらついていってるみたいな、なんかそんな感じなのかなっていうふうには思いますね。なんで、なんか。ちょっと不幸だと思うんですよ。その、うん。多分その使う、なんて言うんだろうな、その、まあ、国とか地域とか業界によってはやっぱりそのスピード感違うと思うんですね。その三振を使いたくないっていうか、長く使いたいこともあるでしょうし、そのなんだろうな、なんか新しいものをやらなきゃいけない、こうやらなければ開発としては生きていけないみたいな。泳いでないと死ぬみたいな。まあね、それそういう面もあるよね。なんかで新しいものすべてがなんかこう画期的、すべてがどれもこれも画期的っていう状況でもないじゃないですか。要するに新しい技術を使って何か画期的なその実際の応用例、ユーセージとかで。でしかもなんかそれがなんか儲けにつながって、もう爆発的に売れるってなって初めて、あ、なんかこのプラットフォームはすごいのかとか、この技術はすごいのかとか、まあ、あるいは本当に冷静な目で見て、このマーケティングとかその製品としてが すごかったのかみたいなのがあるんだけど、それは一緒くたに見られてしまうのね、どうしても。だから何かに成功すれば、それはなんかみんな何かに飛びつくわけですよ。その例えばなんか Facebook がすごかったからリアクトがすごいみたいな風に言ってみんな飛びつくので、わーっと。なのでまあ それが彼らをそのまあ例えばそのリアクトのそのコミュニティとかそういうのを前進させてる力でもあるので、まあなんかこうしょうがないのかな、ついていくしかないのかなみたいなのはあるんだけど、まあなんかそうやってそのなんていうんです、第一線でこう前に進んでる人たちはすごい勢いで進んでるから、なんか Windows フォームで、あ、こんななんかアプリ作ったわ、あははって思ってたら、まあ、彼らはるか遠いところにいたみたいな状況になるのが怖いから、みんな必死についてってんのかなっていう、だからなんか不幸な、なんかちょっと不幸な構造かなっていうのは僕もちょっと思いますよね、うん、なんか心配。いいですよ、この Windows は今も Windows フォームとか、うん、古いものを動く状態にしてくれてるので、非常にすごいなと思うんですけど、これプラットフォームどんどん増えると、うん、まあ、爆発するわけですよ。そう。Windows 8とかね。そう。まあ、だからね、もうこんなことを言うと、その使ってる人たちにとってはもう本当になんかこうとどめを刺される文句かもしれないけど、結局なんかそのプラットフォーマーの人たちはその古い技術をやっぱり捨てたいんですよ。
捨てて、捨てると楽になるじゃないですか。それの補修とか互換性とかも考えなきゃいけないので、でもそれもう捨て去って、もう次はこの新しいなんとかですって夫婦バーですとか言って言えばそうすればそれ楽なので、楽だし、なんか過去のしがらみを捨てて、その新しいよりこうモダンと言ったらいいのかな、んかそういった技術で作ったりできるので、なのでまあ彼らとしてはまあぶっちゃけ、誰もそんなこと言わないとは思うけど、ぶっちゃけ捨てたいんですよきっと。うん、まあだけどなかなかそれを、ね、まあ、キープして、その何らかその評価とかお金回しが維持できればいいと思うんですけどね、うんうん、まあ難しいですね、その今までできてたもの、うん、なんか数字ベースで言われちゃったらさ、もうなんかアモスもないじゃないですか。あの例えばさ、だから結局今に至るまでドットネットコアじゃなくてドットネットフレームワークが維持されてる理由は何なのかってきっとあの言わないけど、あの MS の中の人たちとか言わないけど、だけどなんか想像するに、それはなんか顧客がいっぱいいるからだよって言われたら、それ以上何もない、アモスもないじゃないですかそうだからね、そういう状況がなんかいろいろなんか回り回って、なんか苦しい状況になってるかなっていう気はするんですよね、なんか新しい技術を追っていくのも辛いし、なんか新しいのは全然いいんだけど、うん、あと一方でそのちょっとそういうところはなんか気をつけたいなと、ちょっと自分で、そう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 、なんかね、新しい技術のこととかは知っておくべきだとは思う。あのなんかいつの間にか的外れなことを言ってたりすると恥ずかしいっていうのもあるので知っておきたいっていうのはあるしまあ面白そうだっていうのもある。先頭立ってるから恥ずかしいで、ね、まあそうかもね、分からんけどまあし、なんか一方で、なんかあんまりなんかそんなところにばっかり注力してて、本来なんかやった方が良かったとか、なんか進むべき方向だったとかいうのを誤ってしまうのも、またそれもなんか悲しいので、気がついた時には修正不能になっちゃったりしてるので、悲しいので、なんかそういう舵取りがなんかすごい難しいなって思います。うん、過去はね、まあなんか、まあどうせ誰もこのビデオ聞いてねえだろうかなんか言うならば、過去ね、そういうのに振り回されてたよなって自分でもちょっと思うところはある。うん、あるので、なんか本当ね、なんか気をつけないとなとは思ってるんですよね。WPF はいいなと思ったけど、やっぱりこう、壁が高かった感じがする。あのね、UWP は僕はちょっとやりすぎかけた。うん、そう。WPF の壁はね、あれなんですよ。僕から見た、UI、GUI の API としての問題点は一つしかなくて、メジャリングプロセスを理解することかな。ここを超えれば、なんか多分そんなに大変でもない。あんまり、そう、あんまりというか、Windows フォームには、その、メジャリングプロセスってないんですよ。内部でどう、レイアウトですよね。うん、そう。あのメジャーリングプロセスが2フェーズになってるっていうのを理解すると、そうすると、なんか、なんていうんです、その、全部その暗記してて、こいつ、このコントロールはこんな風に動くなんて言えないかもしれないけど、でもなんか、あ、ひょっとしてこいつ、あのメジャーリングでこうなるからいかんのじゃないかなとか言って、いう直感がひらめきにつながれば、多分そんなに大変でもなくなる。あの辺そう、でもまあいいですよね、うん、そのドットネットフレームワークと、うん、UI 以外の部分はまあ共通になってるわけじゃないですか、うんうん、なのでまあ UI を乗り換えるか、まあ、言い方悪いけど戻るか選択ができて、今までのスキルも維持できるじゃないですか。UWP になるとひっくり返すような感じになるので、だUWP はそこに、そのさっき言ったストアアプリのためのなんか構造だとか API とか導入されて、そのなんか当初すごいよく言われてて違和感だったのが、あれかな、電力管理、サスペンドとかあるじゃないですか。ダブルとか、まあ、電話ですよね。いや、なんかこれ UWP じゃないとできないからって、なんかみんな必死に言ってたけど、いやいや、それって、なんかちゃんと適切な API をメッセージを用意すれば別に WPF でもできたじゃん。なんでそうしないのって、いや、ずっと思ってたんだけど、なんかものすごい盛り上がってるからさ、水させなくてさ、ずっと黙ってたけど、なんかもういよいよ。そう、開発者の考え方変えないと。うん、その省電力対応できないからっていう、入り口どっちに持ってただけかなと思うんだけど。
いやーなんか相変わらず謎だね。いやできると思うよ同じことは。ダブルピエロ。正直。もうそれだけが理由なのかちょっとわかんないですけど、ね。うんそう。サンドボックスにはしたいとかね。あ、うん、だからなんか、うん、あの。コードだと思うんですよ。あの UWP がそのさまざまなそのなんというか制約とかをこう直行的にあの組み合わせてなんか うまく そこにすべてマッチするような形でその API とか構造が練られているっていうのはまあそうなんだろうなとは思うんだけど、まあ、でもそれって結局なんかそれで頑張ってなんか UWP のアプリを作ってで配布してでまあ、あのそれはそのソフトを作って配布する人の都合にもよるだろうけど最終的にはなんかそれでお金が儲かるのか儲からないのかみたいなところにつながってくるわけじゃないです か全然請求できないですよそれ、ね、何がいいの UWP でも WPF でもできたんじゃないのって言われたらそれは、ね、ちょっとうってなるんじゃないかなってずっと思ってたんだけど、うんうん、まあまあでもまあ彼らなんかあの UI は少なくとも切り離すっていう話で今回その WinUI に切り離すって話なんでまあまあちょっと前進はしたかなとは思ってる、うん、ただ自分のその避ける時間の中にそのなんか今度 WinUI を理解して何かするかって言われるとちょっとまだまだ微妙かなみたいなそうちょっと UI の話に行こうと思うんですけど、うんうん、その僕がツイッター見ておっと思ったのは、うん、その UI 作るのに、うん、ウィンフォームとか、うんまあ、UWP とか、うんまあ、結構便利ですよね、うん、他の、まあ、どことは言わないですけど他のメーカーの、まあ、プラットフォームとか考えるとUI 系はかなり作りやすいんだろうなと思ってる。で一方で、今Windows 以外使ってるのも結構多いので、うんまあ、マルチプラットフォームで動かしたいっていうのはよくあるパターン。うんうん、そう、それなんだ。ときに、じゃあ、実際に、その、ある程度普及してる、使えるものって何だろうなって、うん、ちょっと考えてる時があって、うんあんまないなそう。あの、唯一、ちょっと僕が、うんちょっとだけあのコミュニティに顔を出したのは、うん、キュートですね。ああ、キュートね。うん、あれぐらいかみたいな、ちょっと。いやー、そうね、キュート。もうなかなかね、あの C++ をこう寝ながら喋れる人ならいいんだけど、ちょっと、気が高いな、みたいなところがあって。あれはあれじゃないですか、なんか結局あのデベロッパーの視点ですよ、あの、うん、そのアプリケーションの価値とかじゃなくてデベロッパーの視点で言うならば、そのなんか結局どこの界隈に住んでる人なのっていうあの C++ に住んでる人だったら一番ミートしやすいじゃないですかどう考えても日本だから日本語だよねっていう話、うん、そうそうでで、まあ、あとは、じゃあ、な、キュートのバインディングが何かに提供されていて、その他のそのプラットフォームでスムーズに使えるのかどうかみたいな視点で、なんか、キュートいいね、使うかみたいに思う人がいるかいないかみたいな話になるかなとは思っているんだけど、なんか、あの、こういう、なんか、バインディング経由で使える、その、なんていうのかな、UI のその API のレイヤーって、なんか、ずっと、なんか今までいくつも出てきたと思うんだけど、なんか見てるとやっぱり何かそのバインディングのせいで妥協してる部分がどうしても出ちゃうと思うんですよね、うん、なのでなんかそういうところからなんかキュートの場合どうなんだろう、その C++ でなんか全てのコードが書けることが前提になっているので、例えばですけど本当に例えばの話ですけど、そのキュートのライブラリだけ使ってで、そのザマニンみたいな、あのウィンフォームじゃあ、ウィンあのフォームズ、あのいわゆる、うん、あのフォームズを使う、あの作ろうみたいなことを考えた場合に余計な機能がいろいろあると思うんですよ、そのキュート上に、うん、いやそれ例えばレイアウト配置だとそのフォームズの方にもあるので、いやいらないんだけど、そのキュートの方にはそれいっぱいあるよねって。でそうすると何が起きるかというと、その技術的な無駄ということの他に、あのコミュニティ同士で会話が成り立たなくなっちゃうんですよ。
あの要するにフォームズ使ってる人がレイアウトがこうでうまくいかないんだけどって思った時に、それはなんかフォームズの中の問題なのか、そのキュートの方のに何か問題があるのかというのをまず切り分けれるような高度な知識を持ってる人がいなきゃいけないみたいな話になって、ね、でそれなんかレイアウトってなんかフォームズの中でやることになってるけど、キュートもレイアウトエンジン持ってるからキュートでやるんじゃないのみたいな話だとか、それに答えられるような人とかがいないと、なんかもう、いや、わかんない、まあ、いや、わかんないからいいやみたいな話になっちゃうっていう、要するにそのなんか乖離が大きくなっちゃったりするんですよね。あの他に考えられることっていうと、今で言うとあれじゃないですか、なんかあのなんだ、ブレイザーのクライアント側があの自衛したんだったっけな、したと思うんだけども、あれも、あのどっか、この間なんかで見た質問が、なんか、その、HTML の CSS をどう適用できるのかみたいな話とか出ていて、なるほど、なんか、まあ言われてみればその通りだし、それに対してなんかね、江野さんとかね、いや、なんか CSS でできた方がいいってずっと言ってるみたいなこと言ってたような気がするし、なんか、うん、なるほど、まあ、考え方を変えるとその通りだよなとか思ったりするんね。まあ、ある意味、ある程度統一感がありますもんね。うん、そうそうそう。でさ、でそういうのはなんかデベロッパーの視点の技術的な問題をどうするかみたいなのでみんなモヤモヤしてる話なんだけど、だでもさ、そういうのってさ、なんかその例えばまあそれ趣味 の開発なら別にいいんだけど、なんか企業でそういう開発をしてる人から見たら、いやなんか例えば営業の人とか、あるいはなんか上からの指示でなんかこういうアプリケーションを作れとか言って言われてたら、もうそんなアモスもないから別になんかエレクトロンで作ればいいだろうと、リアクトネイティブで作りゃいいんじゃないのっていうのに、その一言で終わっちゃうんですよ。のでなんか、ああそうだよねっていうことで、なんか結局仕事でやってる人たちは、まあ、あの一番メジャーなプラットフォームに移るか、じゃあそれは何なのっていう、マルチプラットフォーム対応で何が作れるのって言ったら、まあ今だとリアクトネイティブかエレクトロンかなんかだよねみたいな、あのフラッターかなんかだよねみたいな話になっちゃうので、もう例えばザマリンとかそこに全然かからなかったりするわけですよね。だからで彼らは1日の半分の時間をそれに費やしてるわけですよ、要するに仕事として。だからね、かける時間が全然変わってしまうので、なんかあの盛り上がらない理由の一つはそういうことなのかなって。その企業で、あのあこれはなんかプラットフォームとしてあの自社の製品を作るのにすごくいいから採用しようみたいな話になると、途端にそこにすごい時間がつぎ込まれていくので、だからなんかコミュニティの発展としても早いし、なんか知識の共有レベルもその上がってくるし、なんかすごくいいんだけど、なんかそういうところの全てで残念なことになっていると、もうなんか収縮していくしかないので、今なんかまさにあれじゃないですか、 WPF をどうこの後どうしようとか考えてる会社の人たちとかすごい悩んでるんじゃないですか。このまま WPF は、まあ一番安心なのは WPF をそのまま継続してくれることなんだけど、でももしそうならないとしたら、じゃあどうしよう、なんか WinUI とかよくわからんしなみたいな、もういっそのことなんか別のプラットフォーム移った方がいい。別にあのデザムじゃないですか。デザムフォームがあって、うん、WPF 出たから、ね。そうそう。だからね、あのみんな笑い話のように言うかもしれないけど、なんか今いまだに多分 Windows フォームで開発してる現場もきっとあるんですよ。いや、多いと思いますよ。そう。だからね、そういう人たちにどう訴えかけれるのっていうことを、なんか考えずに、なんかそれはまあ、 あの個人のツイートなんで、僕もツイッターはもうめちゃくちゃなこと言ってるけど、だけど本当のところはそういう課題ってすごいたくさんあって、なんかそういうところをなんか無視して突き進んでいくと、本当になんか崩壊しちゃうから大丈夫なのかなっていう思いもちょっとあるんですよ。それがなんかさっき最初に言ってた、なんか次々と新しいものを出しててみんな疲弊しないのみたいなところにつながってんのかなっていうふうにちょっと思うんですよね。みんなね、なんかあのこう平日の昼間になんか そのとある新しい技術と称されるものにもう 100% つぎ込む時間が8時間とかつぎ込んでるならまだいいけど、まあ、なかなかそういうわけにいかないので、じゃあそういう人たちってどうやって新しい方に移行するんだろうって、なんかいいとも悪いとも自社のこう
アプリケーションとか自社のその製品に適用ちゃんとフィットするかどうかも分かんないっていうものに新たに手を出していくっていうのに、なんかどう判断したらいいのって分かんない人とは違う多いと思うんで、なんかそういうようなことに対して、なんかどういうふうになんか答えを出すのかなみたいなのは、ちょっとずっと思ってることかなと思う、自分で思ってることとしては、なんかそういうようなことを考えてるんですよね。うん、そういうなんかいろいろなんかでも今なんか本当にデベロッパーとしての振る舞いしかロールしかやってないけど、なんかアーキテクトとかやってたこともあるんで、なんかそういうことから考えると、そのやっぱりなんていうのかな、新しい技術どんどん出るのはいいけど、それってちゃんとどうフィットするのか、ただ単に互換性を提供すればいいって話でもなくて、新しい技術としてのその利用価値も高まって、しかもそれがどうやったらこう実際のこうお金とかに結び、あるいは価値でいいけど価値に結びついていくかっていうことをなんか考えてやってんのかなっていうのは、なんかちょっと思ったりする。まあドットネットで言うならね、マイクロソフトなんてね、どうしてもすごい遠い海の裏側の話なので、どうしてもその辺の感覚は違ってくるかなというふうにも思うんだけども、ちょっとそういうところはなんかどうかなっていうのは思うところはあるかな。昔っていうか、その前職の時は、レコードの前のテックエイドとか、と、そのテックエイドで話を聞きに行くけれども、2年から3年ぐらいは寝かす、自分の手元には来ないというか、使う機会がないというか、難しいですね、使う機会がないという考えたもあるし、自ら使いに行かないという面もあるかもしれないですけど、で今ね、こういうその、MSMVP で情報とか入ってくるじゃないですか。って考えると、また海の向こうと日本とのギャップもあるんですよね。そう。って考えると、その実際にこう海の向こうから日本に渡ってきて、かつ、その実際の開発現場、お客さんにアプリを作らなきゃいけないという立場のポジションから見ると、その、かなり周回遅れだと思うんですね。それやれ、早くやれって意味じゃなくて。で、それをじゃあ、不具合なり新機能で、本社にフィードバックするなんてもう不可能ですよね、ギャップがありすぎて。そう。もうね、この頃なんか何も状況変わらないなっていう。なんかこの話したのは別になんか僕はそれに対するなんか明確な解があって、どこのそういう困ってる会社に潜り込んでも 100% 解決できますなんていう気はさらさらない。そんなの、どちらかというと、ああ、そうですか。残念ですよね。そうですね。なんか話を聞いてあげるぐらいはできるかなと思ってるんだけど。だからサイクルが短すぎだよねっていう話。そうね。だからその、何でしたっけ、金融系みたいにね、コボル今でも安定して使えますとかね、そういう一生ものですと、これ覚えればみたいな。コボルなんかね、なんかこの結局メインフレームに紐づいてて、メインフレームが絶対的なこう信頼性があったからっていうのはあるんだけど、なんかその今までのオープン系との対比で、なんかこう、いや、なんか結局、なんかコボルに変わるものはないじゃないのとか、あるいはなんかコボルに変えてみせる、そこまで言うなら変えてみせろみたいになんか言う話とかっていうのは散々あったわけなんだけど、なんか結局、なんかこう、今みたいにそれ以外の切り口、要するに本当に信頼性 100% で、100% ありえないんだけど、100% でなきゃいけなくて、で、それ以外の選択肢はないっていうふうに言われてたのが、その結局2000年頃の話で、で、今の2020年になって、なんかそこが本当に崩れ始めてきてるなって思うのは、なんかそれだと金かかりすぎててやっていけないっていう現実があるかなと思ってんね。だから、なんか何かそういう別の要因が、ちょうど今のこの、コロナウイルス騒ぎもそうかもしれないけど、何か、なんか、こうきっかけみたいなものがあると、ひょっとしたら変化が
訪れることはあるのかもしれないなと思うけど、何っていう答えはないよ、僕にはないんだけど、うん、神じゃないのでできないので分かんないし分からんだけど、なんかまあなんかまあ頑張ってくださいとしか言えないんだけど、それをいやいや、あるんですよ、そんなずっとずっと頑張って、あの、うん、千年生きるとかじゃないから、まあ、そう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 、人間ね短いからね、命大事にですよ。なので、適材適所が一番いいなと思って、あの、うん、先頭切ってこう泳ぎたい人は泳いでいただいて、うん、そうじゃないかと。ただなんか、あの、先頭切ってる話はあのみんなに押し付けるのは良くないなと思ってるので、うん、そうね。まあ、そういう意味ではあれですね、あの話戻して、ユニフォームを今も動く状態で維持してるのはすごいなと思って。うんうん、僕なんか このウィル騒ぎに入る直前だったか直後ぐらいだった時に、なんかそのモノで、あ、今年の初めだったかな、モノでその Windows フォームが動くっていうのは実はすごいいいことなのではってふと思ったことあるんですよ。それまで あんまり動、あの試しに動かしてみたってことあるんだけど、まあ、実際にアプリとかもうWindows フォームでアプリ書くこともないのであれなんですけど、まあなんかあの結局言ってみれば、あのドットネットコアが未だに成し得てない部分なんですよね。そのマルチプラットフォームで、その、あの、うん、ほぼ同じようなあの書き口で、要するにあまりトラブルを起こさずに、そのマルチプラットフォームのアプリケーションがちゃんと動くよっていう状況は作り出せていない。ちょっとこの話に、うん、そろそろ入りますか。そうそうそう。なので僕がちょっと思ってたのは、その、Mac、Linux、Windows で使える、うん、何か開発プラットフォーム、はい、で、うん、キュートぐらいだなと思ってたんだけれども、うん、松井さんがなんかツイートしてるじゃないですか。あ、まあね、うん、で考えたときに、まあちょっとその、今のもののちょっと Windows フォームを置いておいて、はいはいはい、今、ドットネット系でそのマルチプラットフォーム UI 作ろうってなると選択肢何があるんですかね。僕が知ってるのは、もう 古いというかモロと一緒、ほぼ一緒の、なんていうの、世界で使われてきたものとして、その GTK シャープ、これはあの GTK を、うん、Windows じゃない、C シャープから使えるようにしたもの、GTK シャープというライブラリがあって、で、まあ、これか、あるいは今、あのメジャーなところで言うと、アバロニアかな。アバロニア、なんかもう一つね、メジャーなやつ、最近騒がれてたのがあったんだけど、まあなんか追いかける時間もないから、まあいいかと思ったんだけど、アバロニアはね、割となんか。フレームワークっていうのが出てきましたね。うん、なんか筋はいいというか、なんかあの WPF なんとかマルチプラットフォームにしたいよねって発想から来てると思うので、あの全然見てないか分かんないですけど、なので、アバロニアね、ああ、はい。これですよね。あ、そうそう、それですね。UI。WPF、UWP、ザマリンフォームズ。うん。だよと。そう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 。で、ウィンさんに自力。うん。これはどこかのこう企業になるんですか。ああ、いや、背景とか全然知らないですよ。まあいいや。ちょっと試したいなと思いつつ、できなかった。で、まだできてないんだけど。こういうのがありますと。あと先ほど言ったのが、GTK シャープですよね。そうですね。これはもう古い。GTK をラップしたやつですよね。あ、そう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 。で、ただ、なんか話に聞くに、そのラップしてる GTK もバージョンが古いらしいので、で、うん、2だったかな。で、今4かなんかで、でもなんか2から3への移行がすごい大変だったのかな。だからもう移行してないみたいな、そういう話だったと思う。ちょっと死んじゃってる感じだったね。うん。ただその確かね、モノの Windows フォームは GTK をベースにしてたような気がするんだよな。だから時期から考えると GTK2 のまま
あの今に至るのかもしれないですね。あ、でもなんか GY あるんですかね。わかんないけど。GTK シャープはあのライブラリなので、あのこれだけで何かできるわけです。ほら、デザイナーあるかないかって結構大きいじゃないですか。そうかな。あ、まあ、Windows Phone はどうなのっていうのはあるけど、うん、あのデザイナーあるなしは大きいなと思いますよ。ああ、そうかね。それはあれですよ。あの黒い画面大好きな人々は、あの、ああ、いや、そういう意味じゃなくて、あの、WPF の話ですけど、あの、WPF で、あの、複雑な UI 作り始めると、もう役に立たないんですよ。まともに表示されできないとか。それはね、レイアウトとか考えるとね。うん、そう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 。まあ、そういう意味でっていう、もう、しまいにだから、もう、ザムル手で書けばいいじゃんって、世界に突入してしまうので。ね、ああ、そういう意味では、僕の頭はあるんですね。うん、はい、Windows フォームをやってるユーザーに対しては、あ、はいはい、デザイナーが必要で、うん、でザムリやってる人はいらないですね。うん、あ、難しい。それ難しいな。さっき、ちょっとありますよね。その、さっき言った通り、あの、メジャーリングプロセスを理解しようと思うと、あの、なんかドラッグ&ドロップでコントロールが配置できるっていうのと矛盾しちゃうんですよね、そもそもね。わかる、わかる。そう、そこが難しいと。学習の壁とか、うん、あとその、それが本当に必要なのかどうかっていうのも話してますよね。うん、いや、もう、あのね、僕が思うに、あれは、ザムル、あの、WPF の、あの、デザイナーが悪い。デザイナーが悪い。あの、なぜかというと、なぜかというと、理由は、あのドラッグ&ドロップでコントロールを配置したときに、なんで絶対座標をプレスするのって、もう そこだけなんですよ。あのちょっとね、僕、最近でもないけど、うん、何ヶ月か前に、久しぶりにあの、アンドロイドスタジオちょっと触ったんですよ。ああ、はいはい。アンドロイドスタジオのデザインが、すごくよくできてますよね。はい、ああ、そうなんですか。そうですよ。安価の打ち方というかね、うん、ああいうのが結局そのマルチウィンドウにあの、はい、対応できるアプリをデザイナーで、はい、あのパパッと作れるような感じがあって、あ、これはすごいなと思って、ちょっと見てました。ああ、なるほどね。あれはね、デザイナー本当ダメですね。まあ、ただダメといっても、あの、なんだ、WPF が出たと当初、あの要するにドットネット3.0 とか、あの辺の頃のことを考えると、まあ、しょうがなかったかなとは思うんだけど、要するに、あの彼ら多分作ってて、これはなんか Windows フォームのデベロッパーを WPF に移行させるのは至難の技だぞとか思ったかどうか分かんないけど、多分思ったと思っていて。でまあ、そこを少しでも楽にするために、デザイナーをその Windows フォームのこう味と、なんか同じような感じにしようっていうふうに落とし込んだのか結果かなっていうふうには思ってるんだけど、まあもうそろそろ刷新してそこ直しても、あの互換性捨てて直してもいいんじゃないかなと思ってるんだけどね。うん、それは確かにそういうもので、まあ、今それぐらいですかね。GTK と、あともう一つね、なんか最近有名になって使った名前をね、ちょっと忘れちゃった。アバロニア。アバロニア、うん、もう一個あったんだよな、何だったっけな。そのアバロニアともう一個の二つがなんかそのポストとしてどうだろうっていう話で盛り上がってたと思うんですよ。でそこに僕はその松木さんがツイートしていた、うん、あの何でしたっけ、モノ、はいはい、はいはいはい、が使えるのかなと思ったわけです。ああ、いや、その両方とももう別物ですよね。別物というか、どちらかというと、今まで WPF やってました、UWP やってました、マルチプラットフォーム展開どうしようって悩んでる人向けじゃないかと思ってるんだけど、あの2つは。ん？そのアバロニアとも1つ。ああ、ああ、いや、その、松田がツイートしてたやつは？あれは、あの、はい、あれは別に昔から動きますよ、Windows フォームっていう話です。対はないみたいな、そういう話です。
だからもう。じゃあ、別に新しいものではなく。うん、そう、そう。必然というか、まあ、物動くんなら動くよね。必要なものね。うん。そう、そういう話です。いや、もしかしたら、なんか、いまだに Windows フォームでしかプログラム書けない、WPF も知らない、UWP なんて全く分かんないとかいう人に、まあ、ちょっとでも、え、ナノパイで動くのみたいな感じで響いたら、まあ、いいかな、これ。なんでナノパイなんですか。あ、え、僕、ブログに書いたじゃないですか。なんか。一番新しいブログですね。家の中の、DHCP と DNS のサーバーがあるんだけど、あれがラズパイ1って、ね、うん、あれを刷新したくてって感じです。ナノパイ、日本で手に入りやすいのかなと思って。なんです。もう公式から買うつもりしかなかったから、なんか、国内チェックしてなかった。要はラズパイと比べて、はいはい。いいんだぜっていうのは、そう、ちらっと見たけど。はいはい。もうあれですね。うん、日本のユーザーではなくなってますね。ああ、まあまあそうね。いやまあいろいろ探したけどこれが一番いいかなみたいな。なんかそれらすべてなんかひっくるめて次から次へとなんか手当たり次第にこれもあれもとか言い始めるとさ、またなんかデバイス沼に落ちるのでもうなんかやらなきゃいけないこと分かりきってるから、まあこれでいいかみたいな。あれ、今の松井さんの話だと、あれですよね、うん、モノで、Windows フォームで、動きますって、っていうのをちょっとされてる、うん、今画面出てるやつで、うん、だけれども、うん、まあ、今の会話では、あんまりこれ、おすすめできないみたいな雰囲気を感じたんだけど、うん、ああ、そうそう、だから、それが。使った方がいいよみたいな意味合いですかね。まず、あのツイートはネタですかね。いえ、まあ、ネタだけど、まあ、ものなら普通に、ものが動くんなら普通に Windows フォームを動くよね。試してみたらやっぱり動いた、動いたみたいな、そういうツイートです。はい。はい、いや、先ほど、その、マルチプラットフォームで使えるもの、はいはい、使える、その、フレームワーク。はいはい、何があるかなの中にこれは一言も出てこなかったと思うんだからそう、まあ、いやだってねいや出してもいいけど、まあ一つはなんかそのさっき言ったようにその Windows フォームを今使ってる人たちをこうなんか落とし込む意図は全くなくて実際使ってる人は多分いると思うので、もしかしたらなんか響くことがあるかもしれない。なんか僕がそれに対してなんか一生懸命いろんなことを調べたりしてツイートするぐらいだったら、まあツイートだったらちょろっと書くだけなので、まあものでこういうふうにマルチプラットフォームで動くんだよっていうのをツイートするだけで、ひょっとしたら何かに使えるって思う人が出てくるかもしれないので、まあそういう意味でツイートするだけだったら楽だからね。だからこれで勉強会を開くってなるとすごい負担になるから、もういいわ別に Windows フォームで今更何をやるのみたいな話になっちゃうのであれだけど、だけどまあツイートするだけだったらね、一言書くだけだから、まあしプラス Windows フォームは今更なんだし、まあ、ツイッターなどでね、ツイッターはネタの世界なので、まあ、なんかみんなに分かる人はププッと笑ってもらったらいいかなみたいな感じで、なんか投げただけですよ。投げただけです。そうなんですよ。うん、でも、あれですよ。でも、これ、実際こういうふうに動くようにするには、なんか結構大変だったと思うんですよ。ものの歴史長いから、今ではこうやって当たり前に動くけど、だってちゃんと動くようにするまでにはすごい大変な苦労があったとは思っているんで、そこは敬意払ってます、うん、うん、それをバカにしてるつもりは全然ない、うん、そのもので、ま、ザムルを動かそうみたいなのは、うん、はいはい、やっぱ先ほどになるっていうかね。ああ、今だとあれじゃないですか、ザマニンフォームズぐらいしかないんじゃないですかね、それやろうとしてるのは、うん、で、ザマニンフォームズが実際マルチプラットフォームでどう展開されるのって、上に乗っかってその下敷きにあるものは、WPF と、あと何だろうな、
何があるんだろう。GTK シャープでバインドしてるやつあるのかな、ちょっと分かんないですけど、うん、まあ、なんかその Windows、 例えばだけど Windows と Mac と Linux で考えるなら、まあ、それらで動かすようにするその下側のライブラリーの層の、 あの選択肢は確かあったと思う。うん、